ハイタイアハゴンアジサヤイビーン。さあ今回の沖縄観光チャンネルは2023年1月の首里城を紹介していきたいと思います。今年も首里城に早速行ってきました。もうねとっとても楽しみで、首里城大好きでですね、ほぼ毎月通って今の首里城どんなかなっていうのを見たり聞いたり自分でフィールドワークをして調べて動画で紹介してるんですね。で今回はもう目玉中の目玉ね、壁画がついに完成したということで、そちらをメインに紹介していきたいんですが、このね壁画だけじゃなくてですね、実は至るところちょこちょこ首里城変わっていたんです。こういうのができてたよとかね、こういったのがあったよっていうのも動画の中で紹介していきたいと思います。アハゴンアジサの沖縄観光チャンネルはですね、あなたの沖縄観光をもっとスペシャルにというコンセプトのもと、文化ですとか、歴史、そして島くつば、ね、沖縄観光スポット、いろんな、ね、情報を紹介しています。過去いろんな動画があります。ぜひこの動画を見て皆さん沖縄観光を参考にしてください。そして面白かったらぜひチャンネル登録、ユタサルグトゥーニゲーサミラ、よろしくお願いします。いやそうそう、さあ2023年1月の首里城、まずですね最初今回行ってみて変わってたのはですね、スイムイ館です。スイムイ館というのはあの駐車場がある場所ですね。そしてあとレストランスイムイですとか、あとはカフェ流飛、軽食が食べられる場所があるところなんですけど、このスイムイ館のですね下の方に展示室みたいなのができてたんですよね、新しくね。で面白かったのがね、プロジェクションマッピングがなんとあるんですよ。でプロジェクションマッピングっていうと、例えば壁とかに映し出されるねプロジェクションマッピングを私たちは想像するんですけども、実はね床下のプロジェクションマッピングなんです。足元なんですよ。でこのどんなプロジェクションマッピングかというと、首里城の正殿のうなにあるね、あの千賀原がずらっと敷き詰められたあのうなの様子を表現してるんです。でそこにね随分というねめでたい、まあ、雲がねあるんですけども、この随分がねふわ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 ってこう浮いててですね、あの漂ってるんですよ。でもそんなの見たら踏みたくなるじゃないですか。私はだからもう走って行ってですね、随分を踏んだんです。で随分を踏んでみたら、周りにあった随雲がね、なんか自分のところにこう集まってきて、どんどん増えていくんですよ。でキラーンってなんか光ったりとかして、あなんか面白いと思って、なんか子どもたちがやったらねすごくこう楽しい感じのプロジェクションマッピングなんですけど、これ大人でも十分楽しめます。でこの壁の方にこのプロジェクションマッピング 3D ホログラムのね紹介だったりとか、随雲とかね、あと竜の話ですとか、あとはコウモリね、コウモリもなんか飛んでたりとかするんだよね。なぜコウモリをねモチーフにしてるのかとかね、そういったのが書かれてるんですけれども、まあ、そういったこう案内を見ながら楽しめる床のプロジェクションマッピングでした。火炎宝珠というのがあるんですよね。でこう説明をこう見てると、火炎宝珠というのは火炎宝珠をこう集めるとなんか願いが叶うって言われてるらしくて、まあ、首里城の、ね、中にも火炎宝珠使われていたりとかします。火炎宝珠が、火炎宝珠はどこにあるか。あ、コウモリ。踏めたのか踏めてないのかよくわからない、スレスレで踏めたらラッキーっていう感じの火炎宝珠が床面にありました。ぜひこれね皆さん体験してみてください。でこのプロジェクションマッピングのすぐ近くに首里城の紹介がある映像が流れてるんですよね。そう、今までこれ首里城あるようでなかったんですよ。あ、ようやくできたんだねっていう話をカメラマンとしていて、というのも例えば首里城って、まあ、私大好きでよく行ってますけども、初めて首里城に行った方は首里城ってそもそもどういう場所なのかとかね、どういう歴史なのかっていうことがなかなかわからないじゃないですか。そんな方からすると、まずは事前知識を入れた上で首里城に行きたいと思うんですよ。そういった方に非常にぴったりだなと思ってね、椅子もあるのでそこで座って映像を見て学んで実際に首里城を行く巡るっていう楽しみ方ができるので、あ、これは非常にいいぞと思いました。で、あとですね、首里城とはとかいうのも結構マニアックな解説とかもあるんですけども、まあ、それも見ていただいて、で映像も見て守礼門の方から巡っていくといいと思います。いや、そうそう。さあそしてね、守礼門今回くぐって、守礼門のね門の柱の方が今ちょっと工事中になってたんですけれども、守礼門くぐって、そして孫平の滝石門で私はいつもウートーと手を合わせてですね、で寛解門くぐって、瑞泉門くぐって、そして牢獄門、そして幸福門くぐって下ヌーナーに行きました。下ヌーナーというところに券売所があって、そこで皆さんチケットを買って有料区域のウナーに入っていくんですよね。
で、この下の山のところに方針門という門があるんです。別名君誇り宇城、神を敬う門という門があるんですけども、この門をくぐるとうなーなんです。で、この方針門には実は入り口が3箇所あります。で、中央の入り口から入る、昔はね、琉球の時代とかは国王とか札幌市とか、位の高い人だけが真ん中を通れたんですけど、今はね、私たちも普通に通れます。ただ、首里城の焼失前というのは、この方針門の真ん中をね、通ってこのチケットをね、見せて、で中に入っていったんですけれども、首里城が焼失した後というのは、ちょっとこの首里城のうなーの工事の関係で真ん中ではなくて左側の方から一時期入っていったりもしたんですよ。で、今回ね、なんとね、真ん中が空いてたんですよ。で、あ、真ん中から通れるんだと思って、へーと思ってチラッと見たら、なんとこの入り口の方にですね、首里城の正殿の唐破風の絵が見えたんですよ。私もこれめっちゃ感動して、なんかもう今でも喋りながらもうゾクゾクってしたぐらいすごい感動して、そう、今回の実はメインというのはですね、首里城のうなーの木材倉庫に描かれた正殿の壁画なんですね。で、この正殿の壁画のちょうど正殿の唐破風のところがちゃんと綺麗にくっきり見えるようになってるんです。で、これ面白いのが、実は私たちがかつて見ていた首里城の正殿、焼失前の正殿というのも、この方針門真ん中通るときに、この方針門の真ん中入り口から唐破風が見えたんですよ。だから私これ見たときに、そうだよなって、かつて首里城の正殿ってこうやって方針門通るときにこの真ん中からチケットをね、こう渡しながら、チケットを渡すときにスタッフさんの顔を見たいんだけども、思わずこの方針門のね、この門のところから見えるあの唐破風に惹かれてしまって、なんかこう前を見てしまうっていうぐらいすごい美しいんですよね。そうだったよな、かつて首里城こんなだったよなっていうのを私思い出して、なんかうるっときてですね、もう焼失して、2019年に焼失して、2023年もうかなり時間が経っていますから、忘れてはないけれども、こんなだったなっていうのを私もバッとこう思い出してですね、非常にこうちょっと涙腺がね緩みました、その気持ちもあったし、ワクワクした気持ちもあって、方針門の真ん中を通りました。で、入っていくとすぐにこの木材倉庫がありますね。木材倉庫に描かれた壁画がドーンと出てくるんですよ。綺麗なんだよね。壁画をね、作ります、描きますっていう話を聞いたときに、あ、そうなんだ、楽しみだなぐらいで思ってたんですけど、実際に出来上がったのを見ると、想像していた以上に良くてですね。だってさ、首里城って、2026年に完成予定、正殿完成予定と言われてるんですけど、あと3年、短いようにも感じるし、でも人によっては長いなって感じる方もおそらくいらっしゃると思うんですよね。で、あと3年。こういったまさにこの壁画に描かれているような首里城の正殿があと3年で完成するんだ、そんなことを私たちは想像しながら、ワクワクしながら首里城をね見られる、これってすっごい幸せなことじゃないですか。この壁画を描こうと提案してくださった方に本当に感謝ですし、でこれを実行にすぐ移した方々、ナイスだと思いました。本当にもうありがとうございます。心から感謝を伝えしたいです。それが私はとっても感動しました。でも警備員さんのお願いしての写真撮ってくださいとお願いして写真撮っていただいて、ぜひ皆さんもね、首里城のこの木材倉庫の壁画の前で写真ね、撮ってみてください。とっても綺麗でしたよ。最高です。はい。で、この木材倉庫は、木材を、保存している場所なんですね。で、あと原寸場があって、原寸場でちょっと今回行ってみたら、まだ中で作業している様子は見受けられなかったです。まだパネルが立っていて、もうしばらくお待ちくださいみたいなこと書かれていたので、なんかこう聞いたところによると、ちょっと工事が予定よりもちょっと遅れているそうです。昨年の11月3日に正殿の、工事が始まったので、工事が始まるって聞くと、なんかもういろんなものが全部ガラリと変わるっていうイメージがあるじゃないですか。だけど実際ね、工事が始まった感じってなかなかこう分かりづらい部分があるんですよね。ヒノキは置かれて用意はされていたんですけれども、まだ原寸場で何か作業をしているという様子は見受けられなかったです。いつから始まるかもちょっと分からないということですので、またちょっと来月行った時にね、ちょっとチェックしてみたいなって思いました。で、そこを巡って、はい、で旅館居室のね、ショップでちょっとお土産どんなのがあるかなって見て、でホグホリデン見て、そして、
展示室見て、そして上がりのあざなに上がっていきました。上はねもう非常に上がりのあざな一番高いところになっておりますので、そこから見る景色というのはもう最高です。でこの移り変わりがねまた上がりのあざなからいろいろこう楽しめますので、ぜひ首里城に行った時は上がりのあざなの景色も見てほしいなって思います。いやそうそう、ということで2023年1月の首里城は、まあ、メインは今回、首里城の木材倉庫に描かれた壁画、非常に良かったので、これから首里城に行かれる方楽しみにしててください。でまたね、首里城の工事、まあ、ちょっと遅れてるとはいえまたこれからいろんなこう進んでいくと思います。素屋根もこれからです。で実は2023年の、まあ、現段階で首里城、私たちが今後見る2026年の首里城というのは実は見られるね世界遺産の遺構が2箇所になってるんですよね。これね以前は1箇所だけだったんですけど、なんと2箇所になるそうです。これはあの情報を得ました、どんな風になるのか楽しみです、この壁画を見ながら2026年首里城の正殿完成するのを共に楽しみに待ちましょう。ぜひ皆さんこの動画を見て首里城楽しんでください。ということで今回の動画は2023年1月の首里城を紹介しました。今回は首里城ね主に変化があった部分を紹介したんですけれども、首里城の基礎知識が知りたいとか、他にもねいろんな首里城の門についての詳しい解説が知りたいという方は過去動画たくさん載せておりますので、こちらからチェックしてみてください。では今日の動画以上になります。この動画面白かったよ、役に立ったよっていう方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、通知音もいたさるグッドゥーにげーさびら、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平デイビタン、またやだい。